神チューブをご覧の皆様、神の伊藤です。今から皆さんにご覧いただく動画なんですけども、内容としてはサナダッチさんに福袋でドッキリを仕掛けるという内容になっております。そこで登場する福袋なんですけども、これは僕が今回のドッキリ用に作った福袋だというのを皆さん理解していただきたいなと思って、今動画の方を撮らせていただいております。そしてこれからブックタウンさんのお正月であったりとか福袋の方が販売になりますけども、今回の僕の作ったこのドッキリ用の福袋とは全く内容が違います。なので皆さんブックタウンさんの福袋安心して購入してほしいと思いますし、僕もサナダッチさんもツバキングさんもニジュペンギンさんもすごくいい福袋をブックタウンさんの方で作らせていただいておりますし、もちろんブックタウンさん各店舗様の福袋もかなり賑やかな福袋になっていると思いますんで、皆さん安心して購入してほしいと思いますね。もう一度言わせてください。今回のこのドッキリに出てくる福袋はブックタウンさんで販売される福袋とは全く関係がありません。よろしくお願いします。果たしてサナダッチさんがこの福袋のドッキリに引っかかるのか、そして引っかかった時にどんなリアクションを取るのかとかね、そういったところを皆さんに楽しんでいただきたいと思います。それでは動画の方どうぞ。はい、神チューブの神の伊藤です。今僕はですね、ブックタウン多治見店さんの方に今お邪魔しているんですけども、毎年恒例のクリスマスプレゼント交換っていうのをね、サナダッチさんと一緒に僕やってたんですけど、まあ、あの人にもう僕は選びこけまして、僕の概要欄から見てもらえればもう分かると思うんですけど、僕が唯一今までの動画の中でコメントを非公開にしたのがこのクリスマスプレゼント交換なんです。もうそれぐらいひどいことがされたんで、今回はドッキリを仕掛けたいと思いますね。そして今回のドッキリ内容なんですけども、サナダッチさんに福袋をちょっとね、買ってもらおうかなっていうふうに思うんですよ。これなんですけど、特製ワンピースのクリスマス福袋。まあ、2万円で販売しようと思ってて、多治見店さんの店長さんといろいろと打ち合わせをして、中身を決めました。これはね、もう最後に皆さんにね、サナダッチさんがもしも買うとしたら、皆さんにこれ中身を見てもらおうと思うんです。それまで楽しみにしてもらいたいんですけども、店長さんこれどうですか、これは。2万円だったら。爆破ドなんですよ。まあ、サナダッチさんがね、これどう思うかわかんないですけど、まあ、サナダッチさんにね、ちょっと今回ちょっとギャフンと言わせたいと思いますね。とりあえずはクリスマスでプレゼント交換じゃなくて、今年は各々のプレゼントを買うということにしますんでね、まあ、そういう体でサナダッチさん待とうと思いますね。結構今福袋に敏感になってるんで、はい、もしも買わないって言い始めたら煽ってください。わかりました。もう天狗さんが多分煽れば、あの人多分買っちゃうんで。わかりました。何としても買わしてくださいね、これ。頑張ります。企画が倒れちゃうんで、このまま、はい。お願いしますね。頑張ります。じゃあ、最初、あの人さん待ちます。はい、神チューブの神の伊藤です。こんにちは、サナダッチです。せーの、メリークリスマス。いやー、綺麗ですよね。多治見駅綺麗ですよね。はい、多治見駅、そうなんですよ、今多治見駅いるんですけど、はい、サナダッチさんと今回も毎年恒例のプレゼント交換、いや今回はね、あのプレゼント交換やめます。なんでですか。あのサナダッチさんもう分かってますよね、自分で。去年はガチャをプレゼントにして、コメント欄くっそありましたね。やばかったですよ、あのサナダッチ人間じゃねえとか、はい、そんなコメント来てたんで、もうさすがに今年はもうサナダッチさんにこれ以上ね、やられると本当に殺害予告出ちゃうんで危ないです。なんでね、今回は各々のクリスマスプレゼントを買って最後に見せ合おうっていう。あ、自分のものは自分で買うっていう。そう、もう自分のものは自分で買えという。普通のプラスじゃないですか。ちょっと奮発して買おうってことね。あ、奮発してもいいし、自分の好きなもの買ってください、ね、今日は。はい、そして今からブックタウン多治見店さんの方に行きますんで、はい、お願いしますね。はい、なんでまあブラブラブラショー旅兼クリスマスプレゼントを買うという、はい、わかりました。感じで行きましょう。はい、それでは行きましょう。 GO! さあ行くぞ。はい、サナダッチさん、はい、とりあえず僕も選んでおりますんで、はい、まあ、僕の何買ったかっていうのは最後に皆さんにお見せすることにして、はい、とりあえずサナダッチさんのプレゼント行きましょうよ。ワンピースですよ。ワンピースですよね。いいっすか、じゃあワンピース交換。いいっすよ。え、今日はいくらぐらい使うあれなんですか。いや、今日ね、あの、まあ、1万か、まあ、ソプラ使う。あ、まあ、欲しいものあるかですよね。すげえの見つけたんですよ。何を見つけたんですか。
特製ワンピースクリスマス福袋。すげえの見つけたんですよ。何を見つけたんですか。特製ワンピースクリスマス福袋。こんなんあるんですね。やばいですこれ。これ売り物ですかね。これ買っていいですかね。いいんじゃないですか別に。すいません。はい。これって売り物ですか。売り物です。あ、売り物ですか。これいくらですかね。2万円。これって福袋みたいな感じですかね。福袋みたいな感じですね。え、これでテツさん今売ってるんですか。もう売ってます。これ動画のネタにいいっすね。いや、それでも待ってくださいね。あの、はい、ネタはいいですけど、あの福袋で痛い目あってた。そうなんですよ。だからサナさん福袋で痛い目あってるじゃないですか。だけど、はい、僕はもうツイッターでは買わないんですよ、はい、お店の福袋しか買わないって。ブッダウンさんですからね。そうなんですよ。え、しかも2万ですか。こんなでかくて2万。もっともいいですか。もっとも大丈夫です。お、重い。マジですか。くっそ重い。え、そんな重たいんですよ。はい。マジです。やば。え、これやらしいこと聞いていいですか。はい。これ爆発ですか。爆発。これやらしいこと聞いていいですか。はい。これ爆発ですか。爆発。信じて大丈夫ですかね。僕爆発って言って開けたらえらい目に遭いましたからね。それこそあのドクターの竹見店長さんに相談乗ってもらいましたからね。中身がちょっとあれって、はい、逆にですよ、佐々木さん、はい、そこまで相談に乗ってもらっとって、はい、そんなことやるわけないじゃないですか。よく考えたら、ね、ワンピースもね、ピンポイントで。そうですよね。え、じゃあ僕これ買って買いますか。僕これ買います。え、佐々木さん、ちょっと待ってないね、はい、クリスマスに福袋っていいんですか。いいです。僕は違うフィギュア買いましたよ。でもいいです、僕これで。でもこれでも佐々木さんのためにあるわけじゃないですよね。あ、いいっすよ。お客さんのためにあるんですよ。これもカットで。いいっすか。いいっすよ。本当にいいっすか、これで。だってブックタウンさんの福袋ですよ。ツイッターではないんで。まあそうですね、ツイッターは別にまだあれですもんね、はい、でもこれあれですもん、店長さん、あのもしもクリスマスまで売れなかったら多分ツイッターとか上がってますもんね。上がってます。これってちなみにいつから販売してるんですか。今日。あ、運命じゃないですか。まあ確かに。はい、行きます。今日金曜日ですからね。だってあ、多分明日なくなっちゃいますよ。僕じゃ買いますもん。じゃあ最後に聞いていいですか。はい、いいですか。はい、本当にいいですね。はい、佐々木さん、はい、こちらの特製ワンピースのクリスマス福袋、はい、2万円、はい、買いますか。買いませんか。買います。早いっすよ。買います。早いです。もう一回行きますよ。買います。買いますか。買いませんか。買います。買います。はいます。はいます。ジングルベル、ジングルベル、スズンナーサリンリンリン。あ、おかげでございます。ナイスショッピングですね。こちらの福袋の方なんですけど、はい、今からあの開封とかでできます？あ、無理ですね。あ、開封してもいいんですけど、はい、僕のカメラですね。え、なんであなたのカメラになるんですか？だって僕が買ったんで。まあ佐々木さん買いましたよ、はいはい、こんなでかい福袋買いましたなんて言ったら、はい、皆さんこれ気になるじゃないですか。まあ気になります。でも別に僕の動画でいいじゃないですか。そうですよ、はい、僕の動画でやればいいじゃないですか。いや、収益だって僕らしいらしいっすか。もうそうだな、おい、マジかよ。まあでもそうですよね。でも、まあ、そうだって僕がお金出したんですからね、はい、悪いことじゃないですもんね。悪いことじゃないですよ。サムさんの買ったやつなんで。悪いことじゃないので、この続きは僕のチャンネルで見てくれってことですね。やらしいっすね。いや、やらしいっすよね。それはダメですよ。僕の動画の方でこれ、開封してくださいよ。嫌ですね。いや、もう、本当に、いい加減にしてよ、本当に。あ、そうですね。本当に、分かってますよね。本当はクリスマス交換したいんですよ、僕も。でも、サムさんが去年もおととしも、ひどい目合わせてるじゃないですか、僕を。確かに。このままだとクズ人間ですね。でもクズですよ。クズ。はい、もうクズです。じゃあもう開けますか、伊藤さんの方で。わかりました。じゃあ僕の。ちょっと開けますわ。ちょっと開けます。ちょっと。まずお金払いますわ。あ、はいはいはい。じゃあこちら買います。はい。じゃあ今。はい。こちら購入しましたね。そう、2万円。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 とりあえずは僕が買ったものをお見せしましょうか。はい、僕はね、これもう今回は、はい、春樹を買いました。はい、しかもこれ、みくるちゃん、太陽堂さんなんですけど、はい、980円。安い。しかもアウトレット商品なんで、はい、3つ買ったらなんと2000円です。
2000円なんで、これと、はるきのこのフィギュア付きの初回限定版、はい、こちら、もう一つが、このはるきのコスプレコレクション。980円、980円、780円で、はい、3つで2000円。2000円安っ、はい、別にきちっとわけないですよ、はい、僕の10分の1ですね。10分の1ですね。自分の意識ですね。やらしいですか。やらしいです、ね。やらしいです。さっき、せっかいやらしいですね。やらしいですよ。ほんで、自分の欲しいものを買ったわけですからね。あ、そうそうそう。ナイスショッピングですよ。ナイスショッピングですね。はい。はい。いや、僕もナイスショッピングなんですよ。はい、ナイスショッピング。これやばいですね。特製ワンピースの福袋ですからね。で、これから、はい、一部ちょっと伊藤さんの、一部。何すか、一部って。だからさっきから一部、一部って。一部ですね。二部も一部もないですよ。あ、そうそうそう。ちょい見せします。はい、というわけでこれからですね、はい、こちらの特製ワンピースのクリスマス福袋。おお、来た来た来た。バックガードっすよ。これ、ま、ちょっと気になりますよね。いや、くっそ重いんですよこれ。そんな重たいんですか。やばいっす。あ、これやばいっすね。いいっすか。行きましょう、行きましょう。サナさん好きっすよね、福袋。めっちゃ好きですね。あ、これ信じていいやつですよね。いや、だって、そうですよね、だってブックタウンが作ってるんですよ。まあ、確かに。あの店長さんが。いいっすか、これ。バッ開いてください、もうケーキみたいに行ってください。うわ、おー、回復2万円分ですからね、これ。もうこんな重たい福袋、久しぶりっすね。あー、興奮してますね。いいっすか、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 いいっすか。オープン、いいっすか。ちょっといいっすか。はい。ワンピースじゃないじゃないですか、これ。え、ワンピースじゃないですか、これ。大丈夫、ワンピースで買ってますね。これ多分動画にこれできんすよ。いや、一応見ていきましょうよ。僕だってこれ何のキャラか、あ、分からんすもん。何これ、武藤部の7代目。いや、かわいいっすよ。はい、しかも値段つきっぱなしだし。カット、もうカットじゃないっすよ、見ていきましょうよ。なんで今年っす。なんで、なんでもう福袋にこれ。どこ、これ、これはこれ何すか、これ。あ、これもあれですね、あ、これは五島ラーメン。ワンピース、うまっ、これ、どういうのいいって、これ。でも、これ、これ、ワンピースじゃないですか。今この文字読んで終わりました、意味わかりました、これ。今これ、ワンピースを着てる、はい、フィギュアの福袋です。そう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 、これ、店長の趣味じゃないですか。そういうことですよね、これ。マジで、え、ちょっとこれ別に間違ってないじゃないですか、店長さん。まあ、そう言われたら確かにこれ英語表現じゃないですよね。はい、カタカナピースのって書いてありますからね。いやいや、どうしても分かんないですよ、ワンピース入ってますじゃないです。見ていきましょう。これも女の子ですね、これも、はい、これもですか。これもワンピースですね、これも。いや、でもこれバカって。ちょっと、いや、これスーツやし。あ、ひまわりがワンピース。周りがワンピースって、これ店長さん、いや、これはこれもワンピースですね。ワンピースのですね。いや、僕キャラクターしましたけど、780円だね。あ、アーニョ、これもまあ一応ワンピースですね、はい、確かに。あ、お、ガチのワンピースじゃないですか。これなんですよ。あ、でもやっぱこの英語表記ですもん、ワンピースは。そうですね、エースですね、これ。ダメ。ダメですね。あ、ダメですね。これなんて、これなんか、これ。くっそ重い。マジっすか。何これ。え、じゃあ、いいっすか。いいっすよ。多分、やっば、何これ。これが、これがあるじゃないですか。爆破じゃないですか。そういうことですかね。多分そうっすよ。あ、多分これは店長さんの多分シャレなんじゃないですか。やばっ、やばっ、何、ポケモンカード、うわ、すげえ、何これ、ワンピース、ワンピース、マジっすか、うわ、ドラミンゴ、そうすごいじゃないですか、これ爆発じゃないっす、え、これ、レアのやつじゃないっす、見てた方がいいっすね、これ、はい、お、これ、スタートデッキに入ってますもん。いや、分からんすよ、これ、こっちの方が、そう、これ、こっちですよね、ポケモン、ポケモン、これ、ポケモン、ポケモン、リターゾン、あ、だって、ブルツさん、ちょっと、プレイプレイ、オリパちゃん、しかも。オリパじゃん、これ。お、お、レアタツの。あ、でもこれキラキラじゃないですか。そうですね。今まで一番やばそうですか。うーん、
いやー、そう、同じぐらいやばいですね。ツイッターで買ったやつと同じぐらいやばいですね。あー、なるほど。全部外れでした。でも数はすごいですよ、これ多分お金したら相当バカどうですよ、これ。これ店長さんに金返してくれって言いますか。一回でも店員さんに話したかもしれない、いいかもしれないですね。そうですね。いや、それもないっすわ。うん。これなんすか？はっ、これチケット。あ、チケットじゃないっす、これ。ディズニー、ディズニーとか多分そっち系じゃないっす。これ開けた方がいいじゃないっすか。伊藤さん、これやったら。これやったやってもやってないっすよ。これ何これ、何これ。うわ、これやられたし、うわ、これやられたし、うわ、これやられたし。でも、はい、安心しました。でこれ、これ仕込みっすよね。でこれ、お金返ってくるんですか。お金返ってこないですよ。待って、買った、ブクブクじゃないですか、これ。だって、見る人によっちゃこれ、爆破どうすよ。でそれもうね、あの、ツイッターの人もそうやって言ってますよ。これブックタウンさんが爆発ですよ。あ、そうですね。いや、もうさ、あやさん、今回は、はい、クリスマスプレゼント、はい、毎年僕に やってくれてますよね、はい、なんで今回は僕が、はい、ブックタウン谷美さんの店長さんと、はい、一緒に協力してさ、あやさんにドッキリ仕掛けたんですよ。来年は、はい、ちゃんとクリスマスプレゼント交換、はい、ちゃんとやってくれますか。毎年やってますね。いや、毎年やってますけど、はい、佐川さん何回も言いますけど、はい、僕の神チューブのコメントで、はい、唯一非公開にしてるのが、はい、あのクリスマスプレゼントなんですよ。まあ、確かに。いや、あれはネタなんで。ネタ。いや、ネタじゃないですよね、全く。するためにやってるだけなんで。これ、値札がついてましたし、これ、1000円ガチャの景品ですからね。でしょ。僕、1000円ガチャよくやるんで、はい、まずですけど。ちょっとバカドっていう言葉が、ちょっと怖くなりますね。まあでも沢さんね、福袋今年はあれですからね、いろんな思いしてますからね。でもまあ、動画的には良かったのかもしれない。そうですね。あとは僕のお金が返ってくればいい。あ、それも返ってこないです。全然返ってこないです。全然面白くない動画ですね、これ。まあとりあえず沢さん、はい、ブックタウン辰巳店さんもそうですけど、まあ、ブックタウンさんの福袋はこんなんじゃないですからね。あ、そう、はい、実際はそう、実はね、さっき作らせてもらったんですけど、まあ、僕が作った福袋は信じがない、皆さん。そうですね。詳しくはですね、バカドですよね、はい、福袋動画見てください、はい、誰が見ても、まあ、勝ちだなって分かるので。分かりました、はい、まあ、僕もそうですけどね。とりあえずちょっと僕これ交渉だけしてきますわ。そうですね、分かりました。やばいじゃないですよ。じゃあ最後、じゃあ皆さんにメリークリスマス言ってくださいよ。はい、はい、そんな感じで今回の動画終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤と真田っちです。皆さん、メリークリスマス。マジで返してもらってやばいっすか。何でもかんでも CG のからですよ。